こんにちは、アミラーチャンネルのアミです。今回は常磐道の友部サービスエリアに来ました。ここは下りですね。市の名前で言うと笠間市にあるんですけど、ここは何度も来たことがあって、インスタでも紹介したことはあるんですけど、動画では紹介したことがないので、今回は動画で紹介したいと思います。はい、それでは外のお店を紹介したいと思います。よいしょ。ここにはあんこう焼きっていうのが売ってます。顔ですかね、あんこうさんの。美味しそうですね。ここは豚まん、サービスエリアだと豚まんとかがありますよね。で、ここのトモムのサービスエリア来るとお花が可愛いんです。前にもインスタで紹介したことがあるんですけど、とっても綺麗に植えられてるんですよ。あれはオリーブですかね。すごいおしゃれです。で、このここから中に入っていきたいと思います。お、すごい、なんかいるはい、中に入ると左側はレストランですね。ご飯が食べられたり、あとパンも売っています。で、こっち側にはショップになっています。それではこの中を紹介していきます。はい、ここはフードコートとはまた別のお店なんですけど、ここは日立庵さんで、おそばがありますね。日立秋そばですね。ここ有名ですよね。日立秋そば美味しいです。で、ここの下にこうやって袋をたくさん置いてあったんですけど、小町そばって書いてあるんで、前私が以前行った小町の里のらへんのやつなのかななんて思ってます。とっても美味しそうですよ。で、こっちに歩いていくと、ここはラーメン屋さんですね。あ、セット系もありますよ。美味しそう、餃子食べたいはい、で、ここがラーメン屋さんで、こっち側がうどん屋さんです。美味しそう、かき揚げいいな。こっちが丼ぶり屋さんなんですけど、ここで前私食べました。とっても美味しかったですよ。で、こっち側が朝コーヒーが置いてありますね。ここでコーヒー飲むのもいいと思います。で、こっちに行くとパン屋さんがあります。結構売れちゃったんですかね。あ、奥にたくさんある。美味しそうです、パンが。はい、ご飯はこんな感じになっています。はい、入り口入ってすぐにあるのが友部ショッピングベスト5です。ランキングになってます。で、5位を紹介してきますね。5位は栗のシフォンケーキです。こんな感じです。ちゃんと丸いケーキになって、とっても美味しそうですよね。上に乗ってるマロンがとってもいいと思いますで、次が第4位は友部餃子です。これは茨城特産のローズポークを使っているそうです。美味しそうですね。次が3位です。3位は王様の枕って書いてあるロールケーキですよね。これ食べたことないけど美味しそうです。はい、次が第2位です。お、干し芋パイです。やっぱり茨城といえば干し芋ですよね。美味しそう。あ、友部サービスエリア下りだけですって書いてありますよ。で、次が第1位です。カレーがチューズなんですけど、私も食べたことがあります。これはベイクドチーズを使ってるんですけど、濃厚でとっても美味しかったですよ。ぜひここに来た際には買ってみてくださいね。はい、次はお土産コーナーをご紹介したいと思います。はい、ここに納豆がたくさんあります。茨城といえば納豆ですよね。こういう藁に入ってるのもありますよ。茨城の納豆っていうとお土産にすごくいいんじゃないですかね。でも、こんだけ種類があると自分用にもいいんじゃないかなって思います。私も納豆好きでほとんど毎日食べてますよここにも納豆がありますね。あ、すごい船の形になってる。これおしゃれなので手土産にもいけちゃうんじゃないですか。美味しそうです。へー。で、こっちには先ほど紹介した第1位のチューズです。すごいですよね。なんで茨城でチーズなのっていうのが書いてあって、水戸
水戸黄門さんが日本で最初にチーズを食べたって伝えられてるからそうなんですよね。すごいですよね。知らないものを食べるって結構勇気がいるかもしれないですよね。これは柚子とチーズが合わさってるのでチューズって書いてありました。美味しいですよはい、こんな感じでたくさんのお土産が売っています。ここだけでもじっくり見れそうです。はい、ということで今回は下り線の友部サービスエリアをご紹介しました。ちょっとショートコートでご飯とか食べようかなと思ったんですけど食べれそうになかったのでこれを車の中で食べたいと思います。はい、おやつにしたいと思います。ぜひ皆さん北に向かう際とか通るときはここに寄って楽しんでてくださいね。ありがとうございます。アミラーチャンネルのアミでした。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。